ども、へいちゃんでーす。どうも、たっくんでーす。なんや、最近、近所のワンちゃんの花ちゃんが、ワンちゃんの花ちゃん？こもおかしい話やな。犬の花ちゃんが、元気なさそうに見えんねんけど、どないしたもんかな。まあ、花ちゃんも年やしな。どないしたんかな。気にはなるよな。どうでもええけど、花ちゃん、なや、一回も洗ってもらったことないっぽいで。あれ、洗ったらな、かわいそうやで。なあ。シャーっとこう、浴びさせな、かわいそうやで。なんだくん。は？ひなちゃん。ひなちゃん、浴びるんかや。なんでやねん、お前。おかしいやろ。想像できへんやろ、お前。俺の頭上からお前、わわ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 言いながらお前、かなちゃん、ドッタビにお前、おかしいやろ、お前。シャワーとか、そういうんやんけ。いやいや、そういうことかいな。俺また、てっきり、へいちゃんが、かなちゃん浴びるんか思ったわ。受けるのに。あんな、ほんまに言うとくけど、はなちゃん、いや、俺、めっちゃ好きやで。好きやけど、めっちゃ臭いねんで、お前。なあ、お前、あの臭い、はなちゃん、浴びるの、想像してみ？シャレならんで、マジで。想像したからこそ、受けるんや。めっちゃもろいやん。もうええわ。もう、はなちゃんの話はもうええわ。ほな、もうこれでええわ。もうお前と口きとうないよ、ほんまに。どう？つぶるわ。